日本空母を攻撃する急降下爆撃機、グリフィスベーリー・コールはアメリカ合衆国の画家である、第二次世界大戦中のアメリカ海軍の戦闘の場面を描いた戦争画などを描いた、ボルチモアの名士の息子に生まれた。早くから絵画の才能を示し、家族の熱心な支援を受けて画家の道に進んだ。1909年から1911年まで、 ボルチモアのメリーランド美術学校で学んだ後、パリに留学し、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで、ウィリアム・ラパラに学んだ。フランスで活動していた、アメリカ人画家のリチャード・イ・ーミラーからも学んだ。1913年と1914年のパリの展覧会にも出展した。その後、ミュンヘンに移り、モーリッツ・ハイマンの私立の美術学校でも学んだ。その後、イタリア、 スペインを旅し、1815年に、ボルチモアに戻って結婚した。第一次世界大戦が始まり1817年から1818 18年の、間は合衆国海運委員会の依頼で、ボルチモア港で、軍用船や民間船のカモフラージュ塗装の仕事をした。第一次世界大戦後は、ニューヨークやコネティカットを旅し、1922年からニューヨークで活動し、 肖像画や壁画を描いた。アメリカ壁画家協会の会員となり、多くの企業や団体の依頼で壁画を描いた。1932年にステンドグラス作家のマッコールとボルチモアのバンクオブ、アメリカビルディングの装飾を行った。第二次世界大戦参戦が近づいた1941年に海軍少将だったチェスターに3つに戦争の記録を残すために、 海軍の軍艦に画家を乗船させることを提案した。第一次世界大戦での経験や、イギリス海軍の戦争美術計画に着想を得ていた。ミニッツ少将は、この提案に賛同し海軍戦争が計画を創設した。1941年末、海軍予備役の少佐に任命され、広報課で働いた。最初の任務は、北、大西洋での作戦に同行し、 駆逐艦 USS ・リューベン・ジェームズが、ドイツ潜水艦の攻撃で沈没したのを目撃した。次に、太平洋を訪れ、真珠湾攻撃後のハワイで、目撃者たちの話を聞いた。ミッドウェイの戦闘の前の訓練する艦隊を観察し、戦闘後にミッドウェイ島を訪れた。その後は、 スリランカの連合軍南東アジア司令部に派遣された。戦後は海軍の軍学校に真珠湾の戦いやミッドウェー海戦を描いた壁画を描いたが、現在は失われている。1947年に海軍の仕事から引退し、コネチカットで暮らし、1950年に没した。ありがとうございます。